はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、オルゾフコントロールになります。はい、こちらですね、幽体の裁きのケイヤが、幽霊の裁きのケイヤを使いたくて、まあ、このカード今回カウロフで追加された4コストのプレインズウォーカーで4コスト初期抽選3で、まあプラス2で、諜報2を行った後墓地のカード1枚追放とプラス1で、飛行を持つ白黒の11スピッドクリーチャートークンを出せますよっていうのと、マイナス2でね、まあそれぞれ除去ができますよっていう効果なんですけど、はい、まあこれちょっと使いたいなって組んだんですよ。まあこれだけじゃなくてないんですけど、まあこれとこちらですね、トミックですね、をまあ2つ使いたいなってことで、はい、まあトニックの方は、神話プレインズウォーカーっていうね、なかなかの効果と3マナ24飛行警戒っていうブロッカーとしての性能が高いことと、対戦相手1人が2体以上のクリーチャーで自分攻撃すると、まあ、そのプリーチャーは3点ライフ失って自分はワンドローできますよってことで、はい、まあプレインズウォーカーで戦うだったりとか、まあそもそも普通にね、クリーチャー戦するとき、今ボロス召集だったりとか赤タンとかって横並べてくるんで、そこに対して結構強めに立ち回ることができるんですよ。はい、ってなわけで、まあこのトミックを使って遊びたいなと。トミックケイヤですね。まあケイヤの方は全然効かなかったんで使えなかったんですけどね。はい、最近なんかストーリーとしてケイヤ結構送りますよね。パイルクシャーの時からなんか最近もカウロフ帝の時もね、結構ケイヤがいて、なんか最近人気というかストーリーの主役にしてるんだろうなっていう感覚はあるんですけど、はい、まあ来たなら使いたいですよね。使えなかったんですけどね。はい、まあ、今回動画中は使えなかったか、どちらかというと。はい、まあそれはそうと、今の環境のお話なんですが、やっぱりボロス召集、アズリウスコントロールみたいなところが多いんですよ。まあアズコンは最近ちょっと減ってきてるかな。赤タンとかボロス召集がめちゃくちゃ流行りまくってるってイメージがあるんですが、はい、まああとちょっとしたらね、ミッドレンジが増えてきて、そこからためにアゾリウスコントロールあたり増えてくる気がしますけど、まあ今はちょっとアグロが多いよってところで、全体除去たくさん積んであります。まあ今の環境あったら大軍避難の道とかよりも大軍退治、一時封鎖とかよりも大軍退治の方が強いかなっていうので、ちょっと大軍退治を2枚だけ採用している形ですね。はい、どうしてもボロス召集って3コスト5コストのクリーチャーが出てくるんですよね。そこに対してまともに回答しようと思ったら大軍退治ぐらいしかなかったっていうのでこんな感じですね。またそれはそうとして避難の道とかも使いやすいんで分けてある形と、まあプレインズウォーカーたくさんあって、でプレインズウォーカーでリソースが回収できるんですよ。ソリンもドロソですし、まあブラスカもドロソ、まあホーローは除去プラスね、アルファみたいなことができて、まあケイヤも情報は一応ある程度ドロソみたいなことができるってことで、まあリソース補充もしっかり、まあ白黒でもできるようにしておいて、あとは初動でちゃんと除去ができるように、初動の除去多めと全体除去が合計いっぱいですね。はい、合計いっぱいです。11か、うん、まあやったりとか、まあそんな感じなんで、まあ一応使いやすいデッキだと思うんでね、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率今のところは100奪ですね。はい、まあ理由なんですけど、コントロールに当たってないからになりますね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープですね。これ諜報ランドを2ターン目に立てる動きになると思います。白小三兵、まあ諜報ランド2ターン目に立てて、あーエディクトは多分この対面は使い物にならない気がするんで落とします。トニックでゲームしながら、まあソリンだったりとかで戦っていければいいのかなと思います。今ちょっとだけ落としましょう。次のターンに嫌な動きがあって、それがまあ次のターンに遍歴の死が飛んでくるのがちょっと面倒くさいんですよ現状なんで、まあこういう動きをしてあげます。でこのタイミングって遍歴出せるんですけど、1マナプラスみたいな動きじゃないと出せないんですよ。なんでまあこれでいいかなと思いますね。でこれソリンカーで大丈夫だと思います。ソリンでトークン作ってあげて、はい、殴りましょう。この23のトークンちょっと重いと思うので、まあドーマトイがもう1枚来ない限りは大丈夫かなと思います。うん、トミックビートみたいなこともね、相手しづらいと思いますしね。でこれ2体以上で攻撃しましたね、相手。ええ、2体以上で攻撃したんでドローさせてもらいます。どうしよっかな。栄眼城っぽいんですよね。まあ A 頑丈なら A 頑丈でいいですか。ソリン残しながらで大丈夫だと。
それに残す必要もないんだよな。まあこのターン A 頑丈使ってもらえます？先兵だけ落としましょうか。うん、ソリン落としましょう。今ここで A 頑丈を使って、まあ先兵ブロックしたやつ取られると思うんですけど、先兵が残る方が、あ、まあ先兵が残る方が嫌なんで、でこれは殴れますね。殴りましょう。エンド、フォローを切り崩し太陽効果何でも使えるターンになります。まあ向こうもフォローがあること自体は分かってると思いますけどね。全体除去あたりもバレてると思います。ほい、変歴、うん、これ変歴ちょっと弱めに使わせれてるんで大丈夫かなって感じですね。6マナ目 OK、 これでサリアが出てきても大丈夫になりました。殴りましょう。エンド、相手がフル展開してくるのであれば、フォローを出しながら、まあ、プラスして殴って太陽効果フォローをマイナスで大丈夫だと思います。バニコン、うん、有望なシーンと、ハンコンのおかげでライフ結構持ってるんですよ。うん、ここで変歴もう1枚出てくる分にも特に問題はないですね。あとあとケイヤとか、まあこの辺使って立ち回ればいいだけなんで、もう1変歴が出てきても大丈夫かな。うん、一応もう1変歴が出てきても大丈夫な形にはできてると思います。てかこれで殴んないんですね。まあフォローケアする、いやできてないわ。あ、なるほど、バニコーンにフォローを当てられるのが気合いました。全体除去もう1枚積もれるのが一番楽ですけどね、粗暴な聖戦士。じゃあこれはフォローをまあ適当にプラスしてターンもらって、あーケイヤ、まあ殴って太陽効果で十分ですね。ほい、まあ相当終わってると思いますけどねこれね。あ、やってることやばいと思うんですけど、まあ粗暴をどうしよっかな。あれもう落としちゃったらこいつで殴って割る可能性もあるんで落としましょうか。うん、1マナクリーチャーがいないとそもそもこのファイレクションで殴って終わりなんで、まあプラス、まあケイヤ、ケイヤプラス、まあこのターンは別にブロックしなくても大丈夫ですよ。ええ、まあこの次のターンに太陽効果プラスここで勝ってるかなと思います。うん、変歴が出ようが何しようが大丈夫だと思いますね。これって離れた時、離れる旅ですね。でも離れる旅でも結局ですよね。うん、離れる旅でも結局なんで、まあ起動して殴って勝ちですね。あ、てかそもそもこれケイヤ起動で勝ってます。まあいいや。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ除去はあるんで土地さえ積もれれば OK のキープをしましょうか。うん、まあ4マナ目まで到達できれば OK かなと思います。とりあえず到達はできそうですね。次のターンアンタップイン、その次タップインで大丈夫だと思います。クマの、ただクマの相手にウセロはあんま使いたくないので、熊野の追加、はい、ポン、何もない。あー、これちゃんと土地が積もれるかどうかのゲームになりましたね。土地さえ積もれればフォローを2枚とかでゲームが全然できると思うんで、火遊び、まあ、ケイヤとかライフゲインはできませんがソリンでライフゲインはできると思いますしね。うん、はい、熊野、はい、ゴドリック、まあゴドリックはさすがに処理で大丈夫だと思います。ほい、いやー、これ土地がちゃんと積もれるかどうか、あー積もれましたね。 OK なら一旦フォローでいいと思います。
まあ熊野が育とうがどうしようが関係はないので、ゴドリックの追加、まあゴドリックをフォローで消すで問題はないと思いますね。まあブロックはしません。まあダメージ解決前にフォローは立てます。巨海な怒りか火遊びかですね、これは。まあちゃんとゴドリックは落としてあげましょう。ライフゲイン、火遊び、巨海な、まあそうですね、巨海な怒りですね。まあでもこれフォロー残ったんで、トークンちゃんと出してあげてエンドでいいかな。うん、ちょっと土地もう一枚が欲しかったターンだったとは思うんですけどね。ほい、あー土地、今ちょっと土地引かれるのも嫌ではありますけどね。ミシュランが止まんないんで、はい、魅力的な圧巻。どうやって止めますかね。一応放浪王のプラスっていう択もあるんですが、あーなら放浪王プラスの択ですね。うん、放浪王プラスここ止めて、まあ5点入ってここ食ってで6点にしてソリン置いて、まあライボル、ライボルはライボル、ライボルライストライストはもうケアしないのでこれでいいと思います。うん、まあ魅力的な圧巻から入るのであれば一応なんとかなる形ではありますけどね。うん、まあフォローもソリンも残るのであればそうですね、勝ちですね。ゲームでありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手これはキープですね。タップインをどのターンに処理するかなんですけど、まあ、2ターン目はこれ構えたくて、で3ターン目必要なのであれば避難の道を使えるように、まあ、このターンは廃墟の地で大丈夫だと思います。なんなら大際聖壇にウセロ打ってもいいですけどね。バーン、ここで実はウセロ打つの全然タクで、うん、ハンデスとかが飛んできた時に結構楽になるんですよね。これ避難の道持ってかれるかな、まあ、別に大丈夫です。で、まあコウモリならこのターン避難の道使う必要がないんで、まあ情報ランドタップインしながら、まあ、次のカード探しに行くで問題はないと思います。うん、金魚抜いてきましたね。ほい、5枚目の土地はちょっと欲しいかな。うん、ここでのど首取ってきたってことはほぼもう1枚コウモリかハンデスで見ていいと思います。うん、ほぼもう1枚ハンデスとかで見て大丈夫だと思いますね。3マナのクリーチャーが出てきたらそれを処理する、うんですよね。これ放置したら下なんですよね。一旦放置でいいか。どうせ避難の道持っていくんでフォローで十分かなと思います。うん、フォローで一旦コウモリ背負ってで問題ないですね。はい、長州兵、これっておいスケルトンでないですよね。ってことはこれ黒のなんだっけ、あーギックスはダメです。今ここでドローされたくないですね。 1,2,3,4,5,6 まあいいでしょう。うん、ギックスはダメですね。まあ沼を置いてエンドで、まあなんならこれ眠らずの状態とかでも全然問題ないターンではあるんで、あーなるほど、はい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 、速攻はあるんだな、はいはい。スケルトンですか、いいですね。6,7,8,9,10 10点、
まあこれはフォローで、まあこいつを食いますか。楽伯は相手このターンはしてないんで、あ、太陽効果引きましたね。うん、まあ太陽効果でいいでしょう。ほい、まあカードも回収できて、これはプラスで大丈夫だと思います。スケルトンか、いいですね。リックス、今あるスケルトン、いやでもめちゃくちゃ強いやつはいなかった気がするな。そうですね、あ、てか俺スケルトン全部が速攻持つんですね。へえ、いいですねこれは。でもタップインしないスケルトンってなんかいたかな、そんなたくさんいるイメージはないんですよね。あ、これ食った方が強いです、食いましょう。うん、まあミレックス置いてエンドで大丈夫だと思いますね。はい、まあ向こうにこっちの手札見えてるんで対戦で投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、アグロミット相手にはめちゃくちゃ強いですね。うん、ライフゲインできるカードっていうのもね、あのケイヤだったりとかホーロー、あとソリンのマイナスだったりとかであったりとかするんで、結構あのライフゲインしながら戦うこと自体はできる、まあいいデッキかなと思います。特にトミックとか非常に使いやすかったですね。3マナ24飛行警戒で、まあブロッカーとしても強いですし、まあ相手がねプリンズウォーカー複数体殴んないと落ちないんだよって時もトミックがいるとそれだけでね結構楽ですし、まあ2体以上でクリーチャーに殴るだけですからね。プレインズウォーカープラストミックがいる時点でプレインズウォーカーを落とそうとすると2体殴んなきゃいけないんで、はい、まあそういうのも合わせて結構強かったかなと思いますね。避難で流れないのもでかいかなと思います。はい、ただやっぱり問題はあってアズリウスエローには絶対勝てないと思いますね。はい、どうしてかっていう理由なんですけど、そもそもカウンターがないのと今の環境として結構遅いんですよね、デッキが。はい、っていうのもあってちょっとアズリウスエローは振りついちゃうかなと思いますね。うん、まあ今のコントロールというかアゾリウス LO カウンター自体の枚数がまあ6枚7枚ぐらいかな、でちょっと減ってきてはいる方ではあるんで、まあフォローとかね出そうと思ったら通りはすると思うんですけど、その後の全体軸だったりとか、まあそっちがきついかなって思いますかね。うん、 LO に対しての回答札もないですし、まあ今の環境ある方が少ないんですけどね。はい、自分に呪文をつけるしかない。まあそれぐらいではあると思いますし、まあそれはそうとアグロ絡みに対しては相当強く立ち回ることができる、アグロミッドレンジに対してはめちゃくちゃ強く立ち回ることができるデッキタイプではありますし、はい、まあ全体軸が強いデッキではあると思うので 1,2 交換がすごい簡単に取れるっていうタイプのデッキでもありますし、まあなかなか面白い形で組むことができたかなと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。